はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこのクエストをやってみようと思います。クエストナンバー一番最後ですね、287の当選夢のルーラストーンです。お役立ち機能なんですごく気になるんですけども、何がもらえるんだろうね。確かにオンラインでこれあったんですよ。あったんだけども、オフラインでこれって何なんだろうね。そんなに必要なものか分かりませんけども、とりあえずクリアしてみましょう。あーなるほど、こいつと戦ったね。ちょっと待って、まあ普通に行って大丈夫よね。うん、このレベルだったら多分全然余裕でいけるとは思うんだけども。お、いいね。あ、いいね。この装備の効果で開幕でバイキルトがかかりやすくなってる。かかってる。いいね。開幕のバイキルトはめちゃくちゃ嬉しいよ。よし、これはもう余裕でしょう。で一応主人公とラストにかかってないのでかけていきましょう。バイキルトがかかる確率が 25% か。すごいね、 25% の確率でバイキルトか。素晴らしいな。しゃあ弱っ弱い。これあれだね。あ、ちっちゃくなった。まあ多分あのメガンテに注意すればいける感じでしょ。まあ、普通に余裕押せ押せでいけ。で激怒はロストブレイクで解除していくという感じか。うわっ、あでもテンション上がっても全然大丈夫。オッケー。アヌシアで毎回解除してあげれば爆発することもないでしょう。ロストブレイク。嘘。あ、びっくりしたびっくりした。でももういける。びっくりした、ただのビッグバンだったね。まあまあまあ余裕で勝てました。何もらえるの。ルーラブースター受け取りました。わかった効果がわかった。なるほどね。うん、オフラインのルーラブースターは天井に頭をぶつけなくて済むやつです。いいんじゃない。リレミトがいらなくなるし、ちょっとは快適になるとは思います。なるほどね、そういうことか。はい、ということで今日はクエストの、これですね、当選夢のルーラストーン、これをやってみましたところ、ルーラストーンがパワーアップして天井を突き抜けるようになりました。俺がまだね、クエストが全然やってないんですよ。全然やってない。だからクリア後の、なんだっけ、バトルファンタズーム?なんかそういうやつに行けないんだよね。これを全部クリアしないと。まあ、それがちょっとは楽になったかなと思います。いや、これ長いよ。長いって。まあまあ、とりあえずぼちぼち、クリアしていきます。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。